今日はスライムパウダー1000袋を使って超巨大スライムパレットを作るわよ。作るわよ。皆さんこんにちは、はじめもチャンネルです。イエイ、あたしです。今日はゲストにももかちゃんが来てくれました。イエーイ。はい、皆さんこんにちは、ももかチャンネルです。よろしくお願いします。イエーイ。はい、今日はなんとこの3人で超巨大スライムパレットを作っていきたいと思います。イエーイ。外に出られない日が続くので、今回は家の中でじっくり遊べる遊びをしたいと思います。じゃあ今日はこのプニデコスライムパレットとこのデラックスプニデコスライムパレット&ファイルを使って超巨大スライムパレットを作るんだね。だね。では早速このプニデコの作り方を説明させていただきます。お願いします。それでは中身を紹介していきます。せーの。それぞれ中身はこんな感じで入っています。デラックスプニデコスライムパレットの方にはスライムファイルも作れたりパウダーも多く入ってます。ジッパーバッグ、トッピングパーツ、そしてなんとクリアスライムもついてくる大ボリュームとなってます。それではまずこのカップにパウダーを入れます。そして水を入れます。水を入れたらすぐに混ぜます。ダマにならないように素早く混ぜることがコツです。 1,2 分混ぜるだけで簡単にできちゃいます。それではこのスライムを蓋を閉めて20分待ちます。20分経ったので、では早速しのちゃんとももかちゃん開けて触ってみてください。おお、すごい。めっちゃ伸びる。見て、超伸びる。すごいプルプルしてるね。おお。なんかさ、もちもちしててさ、気持ちいい。簡単なのにすごい質がいいスライムになってる。ほんとすごいね。ね。そしてこのトッピングパーツを混ぜてキラキラスライムにしたり、作ったスライムを混ぜて違う色にしてみたり、オリジナルパレットを作ることができます。ほら、これかわいいパレットでしょ。このファイルもすごいのよ。以上です。ということは、それではプニデコスライムパウダーを1000袋を使って超巨大スライムパレットを作っていきたいと思います。イエーイ。それでは超巨大スライムパレットを作っていくので、まずはパウダーから選ぼう。どれにしましょう。何にしよう。じゃあ白。じゃあ白ピンク。じゃあ最近色。じゃあ最初に粉を入れるんだね。じゃあ入れていきます。粉投入。じゃあお水入れちゃうわよ。この線まで入れます。じゃあ入れます。じゃあ混ぜるわよ。そして素早く混ぜる。ありゃー。結構疲れるわ。さすがにね。混ぜるの楽しいな。なんか重くなってきた。では入れます。これ手首を使うとね、綺麗に粉が溢れずに入れることができますから。でこう上下スイング。え、これで完璧。頑張って作るわよ。
まだまだ先は長いわよ。入れてあげるわね。愛を込めて、じゃあ、いくよ。希望を込めます。おし、ま、うまい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 。すぐ混ぜます。愛を込めて入れます。入れます。入れます。素早く素早く混ぜよう。くる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 。疲れたわ。あー疲れた。私は頑張ってすくうわよ。皆さんちょっとお待ちください。もうなってきた。本当に待ってて、お菓子食べてくる。完成しました。疲れたね。疲れたね。いやでもすごい楽しかった。達成感すごいよね。このめちゃくちゃこんなに作ったの初めてだよ。量いっぱいあるよね。ね、こんなうちの手よりでシルクの顔より絶対でかい。うちこんなさでかいの作ったことないからすっごいさ楽しかった、ね、ない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 、うん、混ぜるのはすごい疲れたけど、なんかできた時めちゃくちゃ嬉しかったね。混ぜたい。しかもさ、こんな簡単にできてさ、この質のいいスライムになるっていうのにびっくりした。ね、ちゃんと固まってるしね、すごいすごい。じゃあせっかくなので一つ出して伸ばしてみようか。はい。それではこのピンクを横に出しちゃいます。せーの。プリンみたい。プリンって出てきた、ね、じゃあ伸ばします。せーの。持ち上げ、一回待って、一回持ち上げよう。あ、しさいちゃん、私下持って。赤ちゃん抱っこするんだ。はい、重っ。あー、持ち上げる。重い重い。せーの。すごくない？これ。これうちの身長より伸びてるよ。すごっ。おお。すごい伸びる。もちもちしててすごい伸びます。しおちゃんすごい、しおちゃんすごい。ではここにレインボースライムを作っていきます。よし、頑張りましょう。頑張ろう。レインボー、レインボー。どういう？こっちにこう入れてこうか、こうやって。うんうん、よし。でもどんどん入れていこう。おにー、こう入れていくの、縦にこうやって、ね、こう端っこにね。じゃあうち緑やります。綺麗だった緑を外すの、ちょっとめっちゃいい感じよね。綺麗綺麗。ちょうどいい分厚さも。それではね、今からこの6つの、ね、スライムにデコレーションしていきたいと思います。じゃあやってこう。こっちにいっぱいね飾り
付けのものがあるのでトッピングしていきます。選んでいこう。ではトッピングしていきます。私ももかの今回作るテーマは、アヒルが海で泳いでるです。はい、はい、こちら。なんで笑うの、なんで笑うのよ。はい、はい、こちらですね、この私青いねスライム担当するももかと申します。はい、このね、このグニョってなってるのがいい感じに波に見えたので、ここに白をまぶして波っぽくして、ここにアヒルたちを乗せてね、いきたいと思います。はい、今日のテーマはまずこのスライムはレインボーなんですけど、まあレインボーといったら虹じゃないですか。なので虹の上っていったらなんかキラキラしてるイメージがあるので、可愛く綺麗にデコレーションしていきたいと思います。可愛い、あ、白いやつ雲みたいな。あ、ここ使う？あ、うん、もう乗っける感じで、もうしのさんに振ってやられたら全部飛んできますけど。じゃじゃーん、完成しました。イエーイ、初の巨大スライムパレットです。イエーイ、すごいね。ね、すっごい全部もっちもち。これさゆちゃんだね、これさゆちゃんがやったんだよね、めっちゃ綺麗。じゃこれさゆちゃんが作ったやつで、こっちうちが作ったやつで、これがしのが作ったやつです。気持ちいいね。ね、気持ちいいね、カラフルで。なんかそれぞれ個性出てていいよね。ね、わかる。すごい伸ばしてる。うん、しのちゃんはどれが一番お気に入りですか？あ、自分のですね、自分の。あ、自分のとももかちゃん。あ、だって自分のお姉ちゃんだったわ。しのちゃん、今日作ってみてどうでしたか？楽しかった。楽しかった。ももかちゃん、今日作ってみてどうだった？すごい楽しかったのと、あとね、こんなでかいの作ったことなかったからすごい楽しかったし、でもね、デコレーションとかこのできた後の達成感とかめちゃめちゃ良かったです。で、最後は、はい、この普通のスライムパレットがこの大きさなんですけど、なんと下を見るとこんなでっかいのだよ、もう何十倍だろうっていう感じなんですけど、すごいこんなに大きいの作ったこと初めてだし、家の中にいてもできる遊びなのですごい楽しいと思います。はい、しのちゃん、どうでしたか？スライムがよく伸びた、もちもちで気持ちかったです。今日はももかちゃんとしのと一緒にプニデコスライムパウダーを1000袋使って超巨大スライムパレットを作ってみました。すごい楽しかったね。楽しかったね。楽しかった。めっちゃ。しかももちもちだしね。ね、もう一個一個クオリティ高いし。こんなに質がいいスライムができて簡単に作れちゃうね、プニデコスライムパレットで、みんなもお家で遊んでみてね。それではまた見てね。